岡陣内塾、よろしくお願いします。でね、今日取り掛かる曲は、ベートーベンの、交響曲シンフォニーですね。第9番合唱付きっていう、一番有名な旋律が一番見やすい構成ってありがたいですよね。だいたいこういうシンプルな、簡単なメロディーというか簡単な音符 の、 そういう旋律の方が耳に残りやすくて有名になりやすいんですよ。隣にラの音がついている、これ装飾音符です。で、その下にゲジゲジってゲジゲジがね、眉毛がついてるんですけど、これはプラルトリラー、音の美っていうのが最優先でされますので、自分の感情よりもやっぱり音そのものの美の方がクラシック音楽のこの時代の音楽の中では価値が高いので。